はい、こんにちは、シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはホンダ CB400 フォア NC36 のご紹介ですね。こちらですね、ブラックの集合感、そしてですねタックロールシートなどね、メッキパーツもですねふんだんに取り入れているモデルとなりますのでね、コンディションもいい1台です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りですね、ヘッドライト、こちらカバーついてますね。メッキのカバーついてます。独特のですね形状のものがついてますね。非常に珍しいです。なんとですねマーシャルのイエローレンズ装備となっております。ウインカーはですねウインカーステイオレレンズ割りなどもございません。ミラーカバーみたいなね形のものがついておりますね。非常におしゃれなデザインです。あとですねフロントフォークの大きなにじみや漏れもちろんございません。そしてフロントメッキフェンダーですね、大きな曲がり、こういったものもない状態となっております。はい、フロントホイール周りですねスポークホイール、大きなガリ傷曲がり、そしてですねリム周りのですね大きな腐食、こういったものもございません。キャリパー固着などもない状態となっております。はい、エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れ等もちろんございません。キャブレターからのガソリン漏れ、こういったところもなさそうですね。ポイントカバーに大きな点灯傷などもございません。そしてエンジンガードもね装備しております。サイドカバー割れ、こういったものもない状態です。ステップ曲がりもございません。そしてマフラーですねブラックの集合感装備となっております。はい、リア周りです。リアホイールもですね大きな錆、腐食出ておりませんね。大きなガリ傷曲がりもございません。テール周りですねメッキのフェンダーですね、非常に旧車感が、増しますね。今のですね非常に、綺麗なねデザインとなっております。そしてですねシート、タックロールシート、ホンダのロゴ入りですね。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。そしてタンクですね、レッド一色のカラーとなっております。大きな点灯傷やへこみもちろんございません。はい、タンク内いきます。はい、タンク内も大きな錆腐食ない状態となっております。ハンドルもですね少しアップハンドルにしてですね、街乗りもいい、乗りやすさに、ね、デザインとなっておりますね。はい、ではですねエンジンの方を始動していきたいと思います。はい、吹き上がりも良好です。ではマフラーオンです。こちらの1台ですねアップハンドルに集合管に、メッキパーツですね、こういったところがですね旧車感をね漂わせるような雰囲気をね非常に上げてくれるモデルとなってますね。あとはですね、カスタムも非常にいろいろと施されてますのでね、ぜひ、お得な1台となりますので皆様のお問い合わせお待ちしております。